いいリズム、体が覚えてるリズムをもう一度。ストレート、空振りの三振。今の力んだストレートですけど、ライン出しがいい方向に行ったので、思わずバッターが手出るんですよ。うん、今日はセンター前に2本ヒットを放っているという非常に当たっている野村です。これは伸びていくぞ、そのどうだ、野村プロ第1号。風に乗せていきました、野村。ただその都合は今日松崎から外れています。これはライト方向ですが、ライトフェンス際よく取りました、万波。万波のナイスプレイ。万波、大きな拍手が起こっています、札幌ドームです。まあ、いいプレーですよ、スタートしています。そしてこれはタッチアウトになりました。神谷の見事な強肩、素晴らしい。あ、松沢ベンチコーチもまず拍手というシーンでした。ファーストへの打球少し下がって清宮キャンパスを踏んでいます。これで身のこなしの柔らかさですかね、はいはい、追い込んでいます。見逃し三振、ジャストンのキング、最後はストレートでフィニッシュしています。空振り三振、ストレートやスライダー、カーブで、最後は、まあ、フォークじゃないですかね。フォークですか、いろいろな球種をね、ロペスには使っていきました。フォークですね、フォークボールですね。さあ、でバッターボックスは、1番に戻って途中出場佐野です。佐野の打球ファーストアットバットでしたが、ここはセカンドゴロ、4-6-3のダブルプレーということで、結局秋吉は打者3人で攻撃終了させて、活躍できるチャンスをねもらいましたし、はい、そういった意味ではこの八千選手、本当にレギュラーを取ってもおかしくないような能力を持っていると思いますので、ね、できっちりこうやって結果を残してきますもんね。そうなんですよね、オープン戦という括りではこれが初ヒットということになりました八千です。まあ、もう一番の特徴は内野すべてできるので、はい、まあ、そういった意味でもまあ、ベンチもヒットしています。3球連続でワンバンというのも見たいですね。もう1球、今のは曲げたか、今のはちょっとチェンジアップというよりもスライダー系でしたか、ね、うん、最後空振りの三振。カメラを押さえてますよ、押さえてますよ、追い込んでいます。これはサードチャージして一塁送球、近藤の守備、これでツーアウトです。今ちゃんサード上手くなりましたね。だいぶ上手くなりましたか、印象的には。今のはフォークチェンジアップましたが、その時はヒットは生まれませんでした。そしてこれがセンター前へと抜けていきます。オープン戦は鎌ヶ谷スタジアムではということになりました。ワンボールです。結局5人で4本のヒットが生まれたというファイターズです。